令和6年度第1回能力検査2レース8頭が飛び出しました3番クレインテイオーが先行して第一障害、登っておりました2番テイコ続々と下って外の2頭トップエミーそしてクールクイーン、うん、とこちらは第一障害、頂上のところ止まっています 砂煙が上がっています帯広競馬場今最後にクールクイーン1障害よりました前は間もなく1、2障害の中間一旦止まりました3番クレイン帝王、今また歩きますその後うち1番おじはおいどんそして母はサンシルクラポピーですラポピージュニアこれが続きます 前2頭の後に2番のオーシャンエースこちらの父は新バシン新鋭パワーです外には4番の金の女神そして6番の宝王新シ,ンシボバオホーツクの宝3区です少し間が空いて7番トップエミー開いて8番クールクイーンが一番後ろ これが今、一二障害の中間を過ぎました。朝から霧に覆われていました帯広競馬場その霧が少しずつ晴れてきましたさあ前3番のクレイン帝王ほう進めて止まりますその後はほぼ一覧ですさあまた歩いてクレイン帝王二障害の手前に来ました前半 秒で来ていますラポピージュニア2番手3番手以降続々と集まりますさあ第2障害3番クレインテーを上っていきますさあじわっとじわっと上がって止まらず頂上まで来ました3番クレインテーを先頭で2障害寄りました その後内から1番ラポピー・ジュニア2番手で降りますそれから6番、タカラオ3番手そして7番、トップ・エミー4番手で坂の下り前は残り 30m 切ります3番、クレインテイオー先頭3馬身のリード1番、ラポピー・ジュニア2番手5馬身後ろ6番、タカラオ3番手少し間が空いてトップ・エミー4番手 開いて五番北西福太郎第二障害寄りました。前残り十を切って懸命にいきます。三番クレインテオ。なんとか方進めてゴールに入りました。残り十を切った一番ラポピージュニア。西健一騎手気合を入れて。さあこちらも懸命に方進めて入選。三番手残り十の手前。 6番宝を詰まりました。その後ろに7番トップエミー、さらに後ろは5番北西福太郎、一旦詰まりましたが、方進めて6番宝をゴールに向かいます。6番宝を三着、その後7番トップエミー、際どいとこ止まりました。 今、完全にゴールその後、残り10のところ5番、北西福太郎詰まりましたがさあ歩きます島津騎手激しく気合いを入れて入選